で、くらいかな。こんばんは。ゆっくりしてた。でも結局ほぼ何もしてないなんか昨日もうなんか最近寝れないんだよね、すぐもが。だからお出かけほぼ行ってないです。1時間半しか出かけてないですメイクする時間の方が長かったっていう。そう、私やっぱ向いてない、一人は。一人は向いてない。もったいない、みんな言うと思う絶対。あーもったいない。あ、近く散歩で本当に終わり本当に散歩程度で終わっちゃった。しかも夜ご飯食べていこうって思ったんだけど、なんかさ、なんか夜ご飯居酒屋さんしか自分の中で出てこなくて、え、どこにあるんと思って、なんか普通に子供じゃないけど、その高校生が行くぐらいの店はどこにあるんだってなって、わからんなって、普通にあれウーバーしたウーバーして終わった。そう、しかもね、そうやっぱ疲れててそんな歩く気にもならなくて、結局めっちゃ二度寝しちゃって、メール送った後に起きたの昼過ぎ、ほんと1時半とかに起きてしまって、全然カフェとかもどこにも行ってないし、なんか一人だとご飯食べる気もない人だから、あれでした、夜ご飯しか今日食べてないお、何しとるんって感じだよねマジで。ゆったり、本当に何しとるみたいな。今日はな、牛タン食べた。でもなんか体調は、疲れてたから、ちょっと寝たかな。さあ、ありがとうね、昨日見てくれて。でもちょっと待って、もうちょっとカミちゃんとしてからその話しよう。そう、私ずっと5日間ぐらい東京にいて、都会があんま得意じゃないから、あんま得意じゃないけ、本当にそろそろ帰りたい明日さ、明日行ったらさ、明日楽しんだらあれじゃん、帰れる。何よ、トシさん大好きだわ、ありがとう、ありがとうわかっくんね、 Thank you。 おきさんが美しすぎて M してみてねなんでよ、なんで見ないんだよ、見てね。そのこと、コーチに帰って、帰りたい、ホームステイ。ちょっとお礼するね、タワーの。帰りたい、仕事終わって帰って途中に、あ、そういうこと美しすぎて見れてない。ももとおきさんの連番で映るからちゃんと見てね連番ドアップするから、私とおきさん。ホームステイはちゃうわ、誰かの家に行くことだわ、あの留学とかした時にホームシックだね。ホームステイはしたくないホームステイは余計ストレス、絶対死ぬもんか、もうほんと絶対なんかもう早く帰りたいってなる知らん人とさホームステイって本当無理だと思うから、自分多分絶対留学とか行けん、行かんけど
うちにホームステイしますか。行かないみんなのお家にもホームステイしないよ。だってモーカーは自分の家じゃないと嫌だからねあーそう、お姉ちゃんとかでもこの後さ、お姉ちゃんとちょっと会えるかもしれない。何、守りたいこの笑顔いやなんか面白かった振られたメンバーなら誰の家に、あ、サーヤンそう、いやでも私多分明日も会えると思うんですよ。そう、ちょうどお姉ちゃん出演中ですよね。だからちょっとだけ会いに行けるかも。もーちゃんがドアップリと瞬間カメラマンよく分かってるじゃんって感心した。嬉しい。さあプニッ、あ、そうなんだ。今日の朝私の部屋から旅立って言ったよそう、あ、そうそう言ってない、そうそう、メールで今送ったのにまだ届いてないんだね。今さっき送ったから。あのさ、昨日さ、昨日さ、なんか2期生の何人かでね、この部屋で話してたんですよ。で、私の部屋謎に広くて、ちょっと謎になんかあの安否と私の部屋が謎にちょっと広くてですね、多分長く泊まってたからだと思うんですけど、同室じゃない、みんな一人部屋だったと思うけど、なんか2期生の何人かで話してたの、ここの部屋で。で普通にでみんなで話して、それでなんか幽霊が出る説みたいな話が出て、なんか怖いってなって泊まりに来たやんちゃんがそう、いやただ私が5泊とかあってたまたまだと思う。広いっていうかね、うん、なんか こんばんは。呼ばれてない。まあ女子会だからさ、ちょっと男の子入れないんだよね。しかもでもさ、そのさ幽霊の話し始めたのに、え、誰だったら、やんちゃんかな、わかんないんですけど、わかんないんですけども、本当にね、本当にね、もうね、聞かなきゃよかったって思うぐらいね、その幽霊の話を聞いてしまって、本当に本当にここにもうあと一泊泊まるんかみたいなあーやだ。大さんは女子になって女子はどんな話、いやなんか普通に幽霊が出るよみたいな。そう、今夜出るか。結構それ軽くそってコメントする人はダメだよ。そう、幽霊とカメムシどっちがいい両方嫌なんだけど同じぐらいいや別にカメムシだったら撮ってもらえるもん。でも幽霊は別にいないとは思うんだよね、全然。なんか、うん、なんかだってもしさ幽霊がいるとしたらさ、あのさあれじゃん、あのな、本当にさ遊び半分で書くのやめてよ、ほんまに。いいし別に友達に電話するからあの、忘れちゃった、今言おうとしたこと。軽く太ってももに書くと怒られるからやめてね、本当に嫌いになるよ
私に幽霊関係の話で怖がらそうとするとガチ嫌いになられるから気をつけてね。本当に嫌いなのそういう話が。だからほんまにね早く帰りたいんです。それはその話聞いた途端早く帰りたい。幽霊はガチで売れんやだ。もうほんとやめて。ほんとあのそう夜出るよとかは言わんでほしい。そうそれはそういう話を聞いて怖くなったって話じゃん。もうやだもうやだ本当に嫌になるじゃあ友達に電話するわ今日は。なんかわざとわざと書く人は苦手です。やめてくださいそうかも。じゃあ振らないようにするのでこの話を。友達は怖い話どうだろう。なんか怖い話じゃなくて宇宙人の話なんだしとったようちの友達そうそうそもそも私がそう始めちゃったけどあの夜このあと出るかもよとかは言わんでねっていう話よ。あの面白がっては書かんでねっていう話。宇宙人は大丈夫なの？だって宇宙人ってさいると思わん？宇宙人ってねいると思うのよね自分は。だって自分たちが住んでるの自分たちが宇宙人かもしれないんだもん。逆に向こうの人からしたらさ。だから友達は宇宙人を見たって話ならしとったよちょっとこれ綺麗に結びたい。UFO見たことないよ。全然ない。UFO どうなんだろうね。未来人は未来人はどうなんだろう。そこまで信じてないけどどうなんだろうね。そう地球はさ広いからさ過去行くならどっちが行きたい？未来と過去。どっちもいかんでいいやあでも過去
どうなんだろうな。日向坂さんもうほんと一瞬しか、そう自分もジロジロ見ちゃいかんかなって思ったけ、全然そのちょっとしか見えなかったけど、めちゃくちゃめちゃくちゃ美しかったですよ皆さん。でもさ、なんかじーって見とったらさ、向こうもにも申し訳ないじゃないですか、やけんそう本当に全然ジロジロは見れませんでしたけど、なんて見れなかった、なんか気まずいかなって思っちゃって、向こう申し訳ないなって思って、なんかその一応さ、なんて言ったら、一緒に出てる出演、一緒にねそう出てるから、なんかそう例えばライブとかでねファンとして行った時にこっちって見るのはいいと思うけど、一緒に出演してるから、そんななんかジロジロ見の方がいいのかなって思っちゃって、でもなんか近くにいらっしゃると思って、その見てはこう 目線は送ってたけど、こっち側にいて私の目線はこっちだったけど、近くにいらっしゃるんだみたいな、そんな感じのあれでしたね。自分は。でもなんか他のメンバーは目あったとか、なんか手振ってもらったって言ってて、ああやばい、それだったらちょっと見、もうちょっとチラッとね、見たら、見させていただけたらよかったかなと思ったけど、そういうあれなんでした、自分は。だからお目目が合うことはなかった。そう、タモさんと目合ってないですね。私なんかさ、さ、もう緊張して全然どこも見てなくて、いや、どこも見てなくて、本当になんか踊っとる時さ、なんかさ踊っとる時に後ろ振り向いてたら、タモさんが見えたって言ってるメンバーもいたんですけども、緊張でそんな余裕が自分もなくて、で自分もね見たらよかったなって思うのの1回目繰り返して、また2回目も同じことやったっていう。私はもうどこも見てなかった。なんか踊っとる時に緊張しすぎて目がぼやけてくるんだよね。あれ今どこいるみたいな感じになってしまうんですよ。そう、ドアップどうしよう、やばい。私の昨日のドアップはなんか動きすぎるとずれちゃうから、首が。だからドアップって結構難しくって、自分の中ではなんかさ、みんなさスクショしてくれるじゃん。 でもさ、こうやって私がさこうやって動きすぎたらさ、スクショがブレるわけじゃん。みんなせっかくスクショを頑張って撮ろうとしてくれてるんだなって思ったので、自分はもう逆に表情で表して、顔の角度はそこまで、あそこの場面は動かさんってことをね意識して、もちろんね、ずっと固定ではないから、そうブレブレになることもあったけど、自分のあの一瞬は頑張って固定してみんなに顔見てもらえるようにしましょうと思いまして、そうカメラ割りがあったのでね、アップ可愛かった、やったー、めっちゃよかった。友達から連絡、一人の友達がねお疲れって言ってくれて、お疲れって言ってくれてて、私言わないので人に出るよとか、これついてないじゃん言わないから、でも見てく、知ってく、
ってくれて見てくれとっていつも通り可愛かったよって言ってくれた。そこから LINE が来ました。みんな ね、1回目の M ステの時に学校行ったら見たよって結構言ってくれたので、なんか LINE とかは来てなくてももしかしたら見た方もいるかもしれない、わかんないけど、1回目の時はそう見てくれて、広島の友達、そう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 、広島の友達です。それはなんかそう知っとるよみたいな感じで言ってくれた。嬉しいよね、言ってもないのに知ってくれてて。うん、嬉しかったよ。人気者、いや全然、いやさ今日はさなんかさお土産コーナーみたいなのがあったんよ、たまたま行ったところに。だからそこでクラスみんなのお土産を買ったんよ。そうでもこれ見せちゃうとどこ行ったかバレちゃうから、ちょっとここの近くに今いるんだなってのがバレちゃうのでちょっと見せれないんですけど、そうお土産を買ってまたね広島着いたら言えるんですけど、ちょっと帰るまでは、帰るまではと、そうあのそうクラス全員になんか仲いい友達だけにしようかなとも思ったけど、みんな優しく接してくれるけ買おうかなって思って買ったけど、なんかねなんだっけ2種類買って、一つはなんだっけな、あれ忘れちゃった、何買ったか忘れたけど、センスはいいと思うよ選んだやつ、多分なんか定番となんか定番とでも一番人気と、でもそれが食べれん子がおったらもう一個もうほんと誰でも食べれるそうなやつとかにして、食べ物そう遠出してない、もうそこら辺散歩程度だよ。こんばんは。そう、でもさ私買ったのにさ、買ったけどさなんかさあれなんだよね、どうやって渡そうと思う、みんな買ってきたよ自由に食べてねなんて言えないと思って、あ買ったけどどうやって渡せばいいん、って思って悩んでるけど、買ったは買っいいものの、なんか自由に取ってねっていうのがあんま得意じゃないからあーってなったけど、せっかくねえなんかねお世話になってるのに何も買ってこんのは申し訳ないけどね、そうだから仲いい子に言ってもらおうって思った。そうねこれさみんなにさどうぞって言ってくれんってそう7000円にちょっと今買いそびれてるから、もし明日買えたら買うよ。いつも東京バナナ何回も渡してるから今まで そうそれがいいかもしれない。普通に話せるんですけどね、もうみんなとちゃんと
か箱席に置いとか前のところの席とかに置いて自由にダーじゃーんつってみたいな感じ。ちょっと前髪整えちゃう。かわいい、ありがとう。どう？すごいでしょ。固まった？ああ、前髪か。この配信が固まったかと一瞬ボケて、うん、して可愛かった？ありがとう。見てこれ紙袋に入れて持って帰る予定のティッシュ2個目。全部で6個、そう全部で6個、1個、3つあるからね。家に保管します。メルカリで売ろう。いや、メルカリで売られてることあるの？逆にやだよ。売る人いないでしょ。そんな、そう、前の使ってないよ。あったぼうよ。もつになるか、絶対取るやん。うん、使わない。今のところ緊急事態以外では使わない。使ってる子なくなる頃にまた呼ばれる。またね、もう一個ゲットできたら嬉しいね。今んとこ使いはないかも。最初のやつ家族にあげたの。優しいね。時間なので仕事も。おお、いってらっちゃい。いい感じにも進んでたよ。みんな家族にあげてるのか、自分はどうしようかな。え、自分はどうしようかな。
ってるやねじゃん。家族にさもらっても家族も飾るってこと？お寿司6皿でしょ。いやーそうあの日も余計食べれんかったし、もともとあんま食べれるタイプじゃないからお寿司。肌触りを確かに肌触りかどうなんだろう。味わって食べた時美味しかったよ。使い心地ああね、どうなんだろう。使ったことある人に聞いてみようかな。東京観光ほぼしてないよ。今日はお外は1時間半しか出てないです。え、みんな開封配信してんの？M ステのティッシュって開けるもんな。すごく柔らかいです。そうなんだ。相変わらずキュンです。キュンです。我々も見てみて。え？やだよ。ここで開けるのはやだよ。お家で開けるならまだしも。ティッシュは紙袋に入れて持って帰ります。やなの。え、メンバーのみんなはあれなん？え、みんな開けてるの？あ、そう、楽屋にね、空いてるの、そう、あったよ。でも私、使ってない気がする。こんばんは。開けなかったティッシュの意味。いやでもさ、普通のティッシュ使えばいいじゃん。そこら辺にあるそこに置いてるやつとか。自分も開けんかも。なんかえ、2個目とはいえやっぱ、ね、もったいない開けるな。ここら辺のスーパーに売ってるティッシュを使えばいいじゃないか。もったいなくて使えない。なんかあれを開けるっていうのが嫌なんだ。なんか自分
れだけど、それはどうでしょうか。また出れるように頑張ります。家宝、そうです、家宝です。保存用と鑑賞用です。釣りもらったら、釣りもらったら、でもさ、そのまだ本当に出れるのってすごいことだからさ、もう分かんないんですけど、3回目があるかどうかは全然分かんないっていうか、本当に頑張らないとね、もう出れることがないと思うので、そうね、人それぞれやね。使う方がもったいないと思うのもあると思うし、そうね。自分はでもあれかな、なんだろうな、いつか一個使えそうだけど、今は今はまだ出れたことを本当に見て思い出したいよね。2個並んでるのを見て、出れることはないというか、出れるかわからないじゃん。出れんかもしれんし、でも出れるようには頑張るよ、もちろん。それぐらいすごいものなんだよねっていう、あのお話、出れるのは。そうだよ、出れたし、そうそうそう、詰めるか。録画したのは見てない。録画したのは、うん、そもそも録画多分親がしてるのかな、わかんないけど、持ち帰ってないから、ずっと。これはピンだな。明日のフェスだよの、うん、明日のフェスさ、結構やばそうなので、私は多分あの結構練習するよ。明日待ってるね。うん、一人で全然合わせみたいなの一回のレッスンしかしてなくて、しかもそれも結構前で、もうほんと合わせてないし、レッスン、うん、だから結構やばいので頑張ります。で、他のアイドルさんと写真撮ってくださいみたいな感じで、ある時はあれだったけど、なんか楽屋が全然ちゃうからっていうのはあるかもしれない。あんま喋ってないっていうのあるかも。しかもさ、ももたちは移動が長いから、終わったらすぐ結構帰ったりとかがあるんですね。もうあの遠いからさ、早く帰んないと終電までに間に合わないっていうことが多いから、だから結構パッとパッと帰っちゃうっていうのがあるので、
学園突撃せんね、自分は特に。やし、私明日はお姉ちゃんの学園に突撃する予定ならあるので、あ、そう、時間がなかなかないですね。そう、それはある。M ステのリハ、リハでも、そうね、リハでも結構早い時間から行くし、ランスルーとか時間があるかな。そう、 M ステも全然楽屋が全然違うので、もうほんと本番とか以外では他の出演者さんとは合わないですね。ほんと あ、そう、舞台じゃない、楽屋挨拶ないですね、コロナで。挨拶してないです、タモさんにも。本番だけです、会えるのは。今はコロナの関係で舞台挨拶はないですね。前髪チェック、出番終わって秒で楽屋秒で戻ったよ本当に秒です。始まるで出演する前に一瞬待機して、もうそっから一瞬踊って、一瞬で楽屋ですあれ終わったみたいな、みんななる。そう、めっちゃ楽しいけどね。充電器したいのに充電器ない、待って、私充電器どこ置いた。充電器が消えたよ。あ、あった。ちょっと充電しないとショールームがブチってなる未来が今見えた。よいしょ。でね、稲田もいいんですけど、あ、そうだそうだ、タワーのあれ、ちょっと待ってね。そうあるんよ、ちょっと待って。あれ？モカはキノコのここに置いてすぐ忘れる、置いたとこ自分。ここに明日ね着る服を、あー、用意してて、あった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 。明日持っていくのをここに置いてるね。で、さっきペンはどこ入れたの、私中入れたかな。ここに、
今そうこの間の3周年の時のタワーのお礼を書いてる途中で、ごめんね遅くなってて、明日の移動とかでも頑張る。画家さんみたい、全然うまくないけどね。じゃ大丈夫だよ、ごめんね、ありがとう。明日に中とか新幹線もあんまに混むかな。混んだ新幹線は苦手です。ちょっと人多いの見るだけで嫌になっちゃう。疲れは溜まってなんか疲れが溜まっとるというか、やっぱ慣れてないところにずっと住むときついなっていうのはある。なんか枕がね柔らかすぎてね、あんま好きじゃない。そうすごく昨日全身が痛くて A 席、でも私 C 席派。人が多い時は、多くない時は A がいい。多いなんか、うん、あ、そう環境変わると体調管理難しい。通路側そうなんか降りますっていうのが苦手だから。E か D はね事前予約じゃないと取れなくないって。そう混んでたら通路側がいいし、混んでなかったら A がいい。うん、お姉ちゃんのインスタ見てめっちゃ金髪、そうなん今金髪なん姉。姉そんな金髪だったっけ。あれ私の姉金髪。あれこの間黒じゃなかった。いつも髪色バンバン変わるから慣れてるんですけど、あまた変わったんぐらいのなんですけど、昔からね。あ、インスタってあれ？あのコスプレのやつ？黒よね今。あ、あのコスプレね。コスプレか。びっくりした。急に染めとったん、染めたんかと思った。金髪コスプレで、ね、あれね、あのね忘れちゃったけど、あのヒロアカのアニメのキャラクターの子のあのコスプレ、あれ可愛かったよね、びっくりした。もうこの間さ、この間とかもうついこの最近、あれ黒な見覚えしかないと思って、あれ今日染めたんぐらいに思った。びっくりしたわ。若見てないですね自分は今のところは。今日はそう私今日行こうと思ってたとこあったんですよ。本来ならばもうちょっと遠出しようって思ってて、そう
かにこれ柄みたいになってるね。そう、自分今日行こうとしとった場所は結局散歩しかしてないんですけど、今ですね、守護キャラのコラボカフェがスイーツパラダイスの上野のとこでやってまして、いや行こうって思って予約取ろうかなって3日前くらいに思って、でもなんかもし緊急で仕事が入ったって言われたらどうしようって思った時に、あ、じゃあ前日に予約しようかなと思ってで前日の8時までに予約するの完全に忘れとって、で今日11時からやから、でも当日予約もできるよ。11時に起きて電話しようって思ったら起きたのが1時半とかだったね。二度寝しちゃって、で、ああもうダメだと思って一応電話したけど、もう絶対混んどるけ無理やったから行けなかったいや自分が悪いよ、めっちゃ。もうもっとちゃんと、もう前々から予約しとかんといかんかった。まだ分かんない、行ける日は来るかもしれんよ。めちゃくちゃお寝坊さんでしたね。そう、なんか予約昨日の夜ちゃんと覚えてて、なんか会員登録して、それで会員登録のなんかメールが届かなくて、ずっとそれでは、ああ結局もう届かんくて忘れとったよね。ちょっとまあでもそう言っても一人だったのあるからね、一人だし、あ疲れてるかなとは思ってたから。そうですね、また行けたら。そうなんですよ、結構ちゃんと考えてたんですけど、完全にね、ちょっとやっぱ昨日はそう仕事だったから、そっちでバタバタしちゃって完全にメールのこと忘れとった。届いて、しかも届かんのよメール何回やっても。ちいかわランド、あ、そう、絶対列やばいよね。その後はどっかに食べ歩き行こうかなと思ったけど、あ、やっぱいいやってなったうん、もう一人は向いてないね。誰かがいた方がいい人が。シーカーランド、あ、予約制らしいね。そう、絶対混んでると思ってね、そこは行こうとは思ってなかったはい、トシさん大好き、クマタワーありがとう、早く会いたいぞ、おかも大好き、大好きだわ、かわいい、めっちゃこれ、ありがとう。あ、そう、土曜日平日だったらよかったんや、本当は、うん、なんか暗くない、これ、なんでやろ、あ、こうしたよ。昨日知り合いに徳島まで運転してて言われて、徳島イベント行って、ありゃありゃあらあら、いってらっしゃい。ありがとう。ごめんね、救急車が。連れて行けって言われた。じゃあめっちゃひどいこと言ったら、あれ、じゃあトシさんは車で待機ひどすぎる行ってらっしゃいませ。
さすがにそんなことまでは自分も言わないよ。さすがにひどいけね。ありがとう。寝てるんかい。行くんなら行った方がいいよ。イベントにももちゃんがいない。あ、そうそう、私もね、徳島も行きたかった、四国だから。でも東京で頑張ります。ミキさん、スチって なったりするかも。え、じゃあ車で待機でいいよ。車で待機しな。今日美しかった。そら、沖さんはいつでも美しいよ。そう、沖さんに言ってあげて、配信で。ベスト層かぶったからね、光らない。東京も待ってます、皆さん、近い皆さん。ももちゃんとも、そうね、ももかも四国でまたみんなとも会いたいよ。行くよ、待ってるね。すごい舐めた。え、どうだろう、あ、行きたいけどね。明日のライブ来てくれる？待ってる。明日もいろん、明日もどな、徳島とそれぐらいかな、明日イベントは。わかんないけど、ももかちゃんのペンライトないとももかがしょげるので、みんな来てください。近い方とか特に。2から30分なんて来てくれるのが。30分よかった、それはもう絶対来てね、それは。いつか魚釣りやもーちゃんの料理食べる。そうね、またあったら嬉しいね。魚釣りとかずっとしたいってね。船ではもうできんけど、そう、どっかでしたいなーって思ってる。そうでも、うん、最近フェスでももーかのペンライト結構増えてて嬉しい。おもちゃのメール来なかった、取り始めた。お、ありがとう。明日イベント4つもあるの。多いね。クルーズ当選、お、よかった、それは。今何時だ。花柄当たった、いいね。お、ちょうどのチェンジ。しょろしょろ読もうかな。そう、 YouTube も見てね。まぼろしさん、あと、ありがとう。ま、ピアノピーさん、星ありがとう。ヤマトさん、神ありがとう。ひでくんさん、リヒトありがとう。ひんやさんありがとう。リッチさん、くもありがとう。カノルニさん、神ありがとう。ハーマーや、ゴーゴーさん、あと、ありがとう。みゆさん、星ありがとう。星っていうか、キラキラのやつ。ダイヤか。13位のリッチさんありがとう。12位のコウスケさんありがとう。11位のピアノピーさんありがとう。ごめん、でもやっぱ後マークの横見えないっぽいんだよね。ごめんね。 M ステ
見てくれたんかな、ありがとう。10位のゼータンさん、ありがとう。桃が一番か、かわいいありがとう。違うかったな、恥ずかしいやつこれ13位のリッチさん、ありがとう。10位のコウスケさん、ありがとう。11位のゼータさん、ありがとう。お、正解。10位のアペアノピーさん、ありがとう。9位の福ちゃん、ありがとう。8位のミユさん、ありがとう。ももちゃん、なんだろう、ごめんね、ありがとう。新しい携帯になってからアットマークの横が見えなくなってしまったよ。と7位のももかさん、最高のおしさん、ありがとう。6位のドラゴンさん、ありがとう。M ステ素敵だったかな、ありがとう。5位のモーカロー侍さん、ありがとう。4位のマックさん、ありがとう。3位の TX さん、ありがとう。2位のヒデくんさん、ありがとう。1位のモーカ不足が治りませんさん、ありがとう。会いに来てね。なんでなんだろうね。正解？ごめんよ、みちゃん変えすぎて食事が美味しい。最高、いっぱい食べな、めっちゃ最高だったよ。松ママ明日、明日は朝配信です。明日は仕事の時間上難しいので、明日、うん、でもそう、どうしても家に着くのが無理なので、時間って何時ぐらいか、7時半のなんかから、あ、8時かな、7時40分とか7時半ぐらいだと思うよ、これね。M ステ素晴らしい、最高パフォーマンスでした、ありがとう。それでは、ありがとう、またね。起きておくね、ありがとう、嬉しいです、ありがとう、バイバーイ。運転中見る、お、嬉しい。ありがとう。またね。